フィントロックさん、オーバーウォッチいつも一人でやるの寂しいから太陽サバ作ってほしい。太陽サバは管理がめんどくさくて、なんかそこで問題起きたら俺のせいになるのが嫌なのでやってません。そして俺の名前を借りて変なことをしだすやつもどうせいるから嫌だ。ブロンズ5から抜け出すのにコツとかありません。コツはありません。コツという簡単なね一括りでなんとかなるようなことはないです。自分がまずなんでこのレート帯に居とどまってるかを自己分析を始めるところから始まると思うんだよね。やっぱね、人に頼ってばっかじゃ強くなれないよ。具体的なこれがやばいんだけどどうしたらいいみたいな、そういうのは結構答えられるしいい質問なんだけど、ファーストステップをね、まず自分を顧みるっていうファーストステップを。標準スペックのパソコンを買うとレートはそこそこ上がる。これ面白い研究が慶應義塾大学のヘンダーソン・ショーン太陽ってやつが出してたんだけど、やっぱうまいやつは PC うんこでもうまいんだよね。俺ノートパソコンでトップ500だったしさ、ノートパソコンの 40fps とかしか出ないやつでトップ500だったから、すげえ関係あるかって言われたら関係ないと思う。エイムあったら上のランクまでいける。マスター隊でオーバーウォッチの何も知らない、本当にオーバーウォッチの神様が怒りそうなぐらいオーバーウォッチを理解してないやつがマスターにいる。エイムだけで。逆にマスター隊とかに全くエイムうんこなんだけどオーバーウォッチというゲームを理解しててめっちゃうまい人もいるから、一概にね何とも言えん。確かにいい PC やったらうまい人はてか 1.2 倍とかうまくなる。みんなうまくなるっていうか、そういうメカニカルなさ差が出ない。うわ今ラグんなかったらとかそういうのあるじゃん。パソコン固まってなかったらみたいな、それがなくなるぐらい。別にエイムは強くなんないよ。ローチームなんでフルチャージなん？フォグだからか。これ現実刺さる構成だと思う。死にます。死にません。No. Why did you take my health back? You weren't worth living.I have high ground control. I have nano. Do you nano me here? Or you can't see me? Can you nano me? I have it now. Okay, what am I doing? I can't. Little flanking. Umasugi Barota. Yeah. We have nano. I can nano you. Oh, they're all down there. Can you nano me? Nano me? Okay, bro.I can touch. Probably. Tracer. Nice. You hear me? Little sec. I'm behind the wall. guys, we have four ultimates. That's a touch. It's not going to kill this you. I got one. Nope. On a back right. 僕なんかつってキーボード戦士。この戦強かったね。見てこれ一生。ほうほうほう。I'm printing so much SR right now. I'm coming down from a high right now. Please be nice. I'm playing my silly little guy. やばくない？一生。Bro, what the fuck? Okay, I thought he was gonna even go up. Yeah, no freaking way, man. I was just typing the entire game. いるよね、何かが。何かがどこかにいる。Nope. I don't know anymore. No more fun. Genji, you ready? Oh, good. I just left alone. Genji, let's go dive. I'm ready. Oh, he's not in voice. Nope. Okay, it's great. 次行こう。なんで押したんだ俺ら。カビやめたフルティルト。このクソゲーやる価値ないだって。厳しい。壁見てる方が楽しいよマジで。